おはようございます。はい、今日はですね、どこだこれ、小国沼の方に行こうと思いまして、今シャトルバス待ってます。今日はもう登山でさえなくなりました、途中で。観光です。観光です。はい、まあ当初ですね、磐梯山の登山口の八方台かなの駐車場から山登って、猫間ヶ岳登って小国沼行く予定だったんですけど、急遽一切橋も行きたくなりまして小国沼はバスで、はい、シャトルバスで、小国沼行って日光キスゲを見て戻ってきて、このまま、一切橋の方に行こうかなと思ってます。はい、なので今回は登山動画ではなくて旅動画です、はい、いうことです。はい、で今日はですね、チャンクマとケンスケと、はい、3人でカメラで日光キスゲを撮りに、はい、初めてだもんな。そう、初めて。僕ら去年、一昨年来たんですけど、うん、もう完全に花が散ってまして何もなかったので、はい、今日は満開に近いのかな、多分シーズンバッチリだと思うんで、うん、ね、はい、で今はですね、登山口まで行けない、規制になってて行けないので、シャトルバスで、はい、往復2000円で行きますね。はい、で本当に小国沼のすぐ上の駐車場まで行くんで、この人サンダルです、はいはい、登山ですらない、うん、登山ですらないですね。はい、いうことです。はい、ということで、はい、いうことで今からバス乗って日光キスゲ見に行ってきます。それでは行ってみます。シャトルバスがレトロだ。会津バスだって。おお、これどこバスなんだ。なんか曇ってきたね。あれあれ咲いてる。はい、今小国沼バス着きました。めちゃ眠いね、爆睡だったね、うん、はい、ちょっと曇ってきましたけど、はい、今からちょっと沼の方降りてきて、ニコキスゲ見に行こうと思います。それは行ってみます。マジかよ、うん、眠い。人すごかったね、うん、すげー人多いぞ眠い。何にもあれだね、ほんと日光キスゲだけだねいやー、なんか見事にここまで何にもないな、見どころが。そんな白い、ちょっと待って、セイキさんの足が白、めっちゃ白い色白それもなんかちょっと綺麗だしあ、いいいいいい、うん、ちょっと色っぽい、生めかしいよなんかあれだね、こっちの方の鉛の人が多いね。ね。ああ。みんなあれだね、ストック持ってるかどうか登るのかね。日光キスゲを見て小国山登って帰るっていうパターンじゃない？あそこの休憩所で飯食ってみたいな感じじゃない？多分ね。そう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 。ここでオタマジャクシの卵死ぬほどいた。うわ、いるじゃん。うわ、すげえやば。うわ。すげえ、うお、マジで気持ち悪いよ。これわかる？見えるよ、これ止めてる。いや、オタマジャクシだよ、これ。もう動いてるんだよ。すげえ。来るの全部オタマジャクシ。見てみ、これ。いいよ、いいよ。見て、見て、見て。すげえ。お、木道来た。なんかまばらだけどね、まばらなんですけど、こんなのさ、ドローン飛ばせるかなあ。まばらですけど、まだなんかさ、ちっちゃくね、花が。うん、あ、あー、結構結構、ほらほらほら、はい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 、よかった。なんか写真で見るのと違うね。俺さ、これ見たことあるけど、もっとでかいの見たことあるよ。
うん、タイラッピョとかで発生やっていたの。別の花とか。なんかちょっとチャチいな。いやマジで。もっと咲いてると思ったのに俺。日本一なんでしょここ。本当これで、うん？そうか。どうこれ。俺正直な話言ってよ。嘘つかずに。こうね。もともと俺花興味ない。いや興味ないとかではなくて。ちゃんくんどこ行った？去年よりは。ああ俺らが行った時も枯れてたのに。よかった。なんかもうちょっとなんかこうメインなところに早く行きたい。もうメインだろほぼ。もうあっちで、ね。ああまあ確かに。どうこれ？感想的にはすごい。槍がちらっと見れた時よりテンション低いよ。糸毛なんだ。ねえ。よかったこれ。オグニ沼だけにしなくて。なんで薄笑いしてんだよ。なあ、なあ、うん、薄笑いしてる。薄笑いしてるよ。なんで薄笑いしてんの。喜びのため綺麗すぎて。あま綺麗。なあ。優等生ですから。ムカつくわ。あの槍ヶ岳山荘の飯の時と同じ顔してるよ。ここでは言えないと思って。言えよ。本音で行こうぜ。うん。ほら周りもいい人いたからさ。なんでいいじゃん。あのレオ槍ヶ岳山荘の時ね。そうだ槍ヶ岳山荘の時飯しょぼいなとかあったら言わないんだよ。しょぼかったろ。やっぱしょぼいって。違う思ったよりかだよ。わかる。そうでしょ。写真がみんなさ上手だってことだよな。やっぱな、やっぱり山だな。これベストポジションどこ。ほらもっとあると思ったら来たら。そうだね、多分向こうでも変わんない。変わんないだろこれ。すげえなこれ。うわぁ街側すごい綺麗ね。めっちゃめっちゃ撮ってるよ。ほらほらこれな。どこもまばらなんだよ。今週末が見頃です。今週末じゃん。今日ベストじゃん、はい、これどこもまばらなんだけど。ねえこっち来たらいっぱいあるのかなと。こっちもまばらなんだけど全部ねえ。皆さん通りまーねえ。何を遠くから見るとさ、うん、立ち持っていっぱい咲いてるのかな。全部とそうでもない、うん、向こうの部分全部凝縮して、うん、どうやって写真撮ってんのみんな、うん、すっごい綺麗だった。もう一面日光キスゲだらけ。すごかった。ここいいじゃんここが。なんか、うん、ここ一番いいんじゃない。なんかたくさん咲いてるように見えるね。たくさん咲いてるよ。遠今たくさん咲いてるように見えるって言ったよね。たくさん咲いてる。たくさん咲いてるじゃんほら、うん、これをさ、うん、厨房で撮ればいいんじゃない。松学公園とかそこらにある菜の花畑の方が全然いいよねって言うんですよ、ね、あ日本一だぞ。日本一です。よかったなこれ、うん、一泊二日にしなくてここ。危ねえな。危ないね。だから俺にとって今もう奥に人でも脱出レースなんですよ。ここでさだいたいさ昼過ぎに着くじゃん。昼ぐらいに着くと着くじゃん。じゃあ行こうぜっつって1時ぐらいに来て行くんですから、うん、どうするみたいな。なんか温泉入って帰るみたいな。あ、それか磐梯山に登るかな。磐梯山のお花畑の方が全然綺麗。行っちゃった。いやマジで。全然綺麗。いっぱい花あって種類が全然綺麗。はい、という大分県の日本一の日光キスゲでした。手突っ込んでみてよ。え？じゃいけんで負けたやつが。
手で掴んでみる。ゾワゾワしちゃう。卵？え、木の上に卵があるんだ。え、どこどこどこ？どこどこ？あ、あれだ、あれ、あった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 、ほらほら。あの白いボールみたいな。あれじゃない、そう。キモって言った。キモって言った。ほら、あれだよ。ほら。めっちゃ、わ、気持ち悪い。めっちゃ動いてた、必死で。動いてた。動いたよ。まばらだね、こっから見てみる。やっぱり俺の疑問は正しかったね。ここから見てさ、めっちゃまばらじゃねあれっつって、なんか水少ない感じがするね。すげえのどかだね。なんかさ、田んぼがいっぱいあってまばらに家があってさ、いいよね。山低くてさ、空広くてみたいな、このバランスがね。足白い。え？足白い。足白い。すごい。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れです。よかったね。よかった。ニコキスゲね。すっげえ疲れた。ね。すっげえ疲れた。先乱れてね。すいません。はい。はい、ということで、ちょっと今バスで持ってきましたんで眠かった。はい、これからちょっと伊勢崎山行くのに浄土平まで向かおうと思います。では、あくび、はい、行ってきます。そうだね、やっぱ標高高いだけあんな、うん、ほら、煙出てる。誰これ。はい、今浄土平レストハウスでとりあえずビールだけゲットです。はい、こんにちは。こんにちは。はい。先ほどの日光キスゲ咲き乱れる小国 沼から、はい、今一切経山登る登山口の浄土平ビジターセンターの方に来ております。はい。今2時です。はい、2時半で、ね。あ、2時半です。はい。2時半です。で、今からですね、避難小屋まで行きまして、はい、寝ます。はい、コースタイムで大体40分かな。標高差90メーターぐらい。100、200あった。100、200あったという感じなんで、はい、そこに行ってとりあえず、はい、くつろいで寝ようと思います。で、明日朝一一切経山の方登って魔女の瞳見ての、あの五色沼ですね、ちょっと見てもう降りて帰ってくるという感じですね。はい、ということで眠いっす。眠い。はい。ということで、みんな眠い。眠いっす。一説にはもう温泉宿でいいんじゃないかっていう話もありましたけど、本当に旅動画になりそうだったんですけど、はい、とりあえず一応山登ります。はい、ということで、行ってきます。行ってきます。はい、登山口ですね。はい。こっち、右、こっち、こっち。いい道じゃん。いい道だよ。いいでしょ。いいでしょって。俺の道じゃないけど。曇ってんな。もくもく出てますね。みんな帰ってんね。いいとこだよ、めっちゃ。全然いいよってどういうこと。なんでお前そんなお客様的な感じなの、いつもねえ。なあ、うん、もうちょっと先まで行ってもいいよ的なさ、なんで許可をもらう感じになってんのこれ。ちょっとおい、そんなことない。本当怖いな。結婚とかしたらケツに敷くタイプだ、完全にナチュラルにな。ナチュラルにナチュラルにな。あ、そうだよ、赤いよ。本当だ。この間も来た時言ってたよこれ。同じことお前前来た時言って、苔がさ、なんかさ、黄緑だよ。なんでこれ、ちょっと K-POP っぽい。なんでここだけだよ。なんでこれ、へぇ、なんか出てんじゃん、うん、
あ、左が湿原一周だから鎌桶沼か。桶沼の方こっちだっけ、うん、こっちだよ、登山道。なんかさ、山の趣が違うからすごいいいでしょ、うん、なんか優しい感じだろ。あんま遠く沼来たことない、チャンクマ。どこ、あ、会津駒ヶ岳か。会津駒ヶ岳結構急でしょ、うん、登山者数カウントだって。立ち止まらないでくださいって書いてあるよ。眠い、眠いっすね、マジ眠い。山頂行かないよねこれもう今日はね。今日もう曇ってるしさ、分岐ですこっちは鎌沼だな、右回りだね、一切系だから、うん、おお、よかったよかった。あー、いいじゃん冷えてったらめちゃくちゃ暑いな、一気に。まだここまでしかこんだけしかありたい15メートルぐらい全然結構歩いた気になってるのこんだけだよ、まだようやく登山って感じだぞこれ暑いね、やっぱ、まあ、日差しがね、やっぱりちょっと約1秒遅れ気味の人います。でも見て全然だけど大丈夫、完全に貧脚や、貧脚登山隊やんこれ。ピコピコハンマーすんぞ休憩する、しろっか、暑いしな、みんなバテバテ。これ絶対もう下山だとみんな思うよね。もう汗だくだ俺、煙出てんな。なんかさ、上になんかあるね、てっぺんにね。あ、ほんと、なんかさ、空が水色だね。いや、そんなことないよな、青い時青いじゃん、めっちゃ。あ、低いからか、標高分からんけど、青い、うん、この間槍ヶ岳とかめちゃくちゃ青かったよね。隠れる、あ、バレた。バレた。どうしたの？あ、シャク投げがされとった。ああ、そういうことね。バレたのかと思った。誰に隠れよう。見てほら。はい、声が見えました。そうだ、広い。そうなんだ。奥が止まるところ。ああ。そうかな。そうかな。300ぐらいじゃないか。どう。1745。そうだ、で140やん。140やん。1600でしょ、だって。違ったっけ。よし、150だよ。150だ。やばいよ。全然だよ。休憩。初、気持ちいいね。背中が気持ちいいよ。ザック下ろしたらめっちゃ涼しくて。はい、あれが今日泊まる。三河台だ。これ？なんかわかんないけど、お前難しいな。そう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 、はい、まだ150しか登ってないですけどね、もうヘトヘトですね。降りてきてるね、あっちから。
白いの動いてない人が、うん、あれ越えてピューといったらもういつだよ確かな、はあ、気持ちいいね。でそっちが釜沼かな、うん、平和やな。なんか鳥の鳴き声すごくない？いろんな種類の鳴き声ないと。ねえ、はい、どんどん我が家が何のポーズ？何の舞？家に着いた。家に着いたって舞。そうなんだよね。たまに動画で使いにくいって感じだよね。いろんなポーズしてるからさ。はい、着きました。菅平避難小屋。早い。いやー疲れたね。やっと着いた。ふう。誰かいるかな。あ、広いわ。イエーイ、余裕だよ。イエーイ。あ、晴れそう。テント。うん。これなの。いいじゃん。いいでしょ。綺麗でしょ。で、トイレが外なんだよ。ちょっとゆっくりします。菅平ね、はい、きっちり登り200でした。200です。200でも明日も200ぐらいだよ。うん、2キロ歩いてませんけど。はい、みんな寝床ができました。分かってる。ビッグスカイソウル2テント、アライ SL ドーム。いや、これはカヤライズ。あ、カヤライズ、カヤライズ。アライ、アライ、アライ地区だね。うん、アライ地区、カヤライズで、ファインクラック。一段上です。で、僕の R 値 8.3、8.5、 なんかそれぐらいのR 氏がバカ高い。2位もテンサーレギュラーワイトですね。3万円だけ。あ、3万2000円か。でも3万2000円が 8.7 だった。うん、そうだね。 8.3 だっけな、忘れてる、うん、それが、うん、もうこれだけでいいもんね。本当だよね。うん、下持ってかなくていい。そうそう、said it was the last time, but you keep coming back to town. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart. I can't pretend. Now I have to get over you again. はい、今ちょっと撮影を終わったんですけど、ちょっと今夜景、雲がね、今になってやっとなくなりましたけど、全然ダメでした。まああんまり景色がないので、はい、しょうがないですね。はい、結構今よく寝て、今起きたので7時ぐらいですね、はい、これからご飯食べようと思います。ケンスケちょっと起こそうかな。地震だ、うん、地震だ、地震だ。
なんかあったかいね、これ。なんかね。よし、行くわ、ご飯食べまーす。はい。かっこいいじゃん。すごいね、あんた何も言わず何も持ってこないね。してくれるかなすごいよね。一応ね、もしかしたら内曲に備えて、一応男っぽいね。持ってきて。あんたが一番男っぽいね。おお、スパイス。これはうまいと思うから。うん、肉のハナマサだからね。うん、スパイスありだね。あぶね。それはありだろう。うん、美味しい。これでまずかったやろうね、肉の花まさでさ。肉の花まさのビーフスパイスって書いてあるんだよ。見せて。うん。あ、ごめんなさい。よし、いける。これもそろそろいった方がいい。うん、うん、うん、うまい。いただきます。うまい、うまい。いただきます。東北の、うん、山の避難場合めっちゃ綺麗ですよ。大体綺麗。レタス曲げよう、はい。うん、レタス、うん、はい。なんでも出てくんな。あ、全然出てくんな。お、パルパルしてんだ。レタスだからな。うん、星がめちゃくちゃ綺麗なんで、今からみんなで国道の方歩いていって星の撮影会しようと思います。真上が綺麗だね、やっぱ。なんか家でキャンプしてるみたいだね。おー、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。今4時過ぎなんですけど、ちょっと全員寝坊して上がってきてやばいので、今からダッシュで登ってきます。スマホ撮りたい。